プロジェクトアリシゼーション、その計画の舞台として作られた仮想世界アンダーワールド。現実とまるで見分けがつかないこの世界で俺は今生きている。君は誰？どこから来たの？欠陥品でもいい剣士になれるの？ユージよ、嘘よね。欠陥品のくせにこの私に逆らうとは生意気だ。正しくあるために欠陥品の姿が見えないな。オルチナスケの小娘が、とうとうこんなところまで登ってきてしまったんです。今あんたを死なせるわけにはいかないんだ。キリト、いつまでほうけておるつもりじゃ。久しぶりね、キリト。君はアリス。これで終わりなのか。いや違う、俺たち3人の物語はここからまだ続くんだ。アンダーワールドで起こった新たな危険を回避するため、俺はアリス、ユージオ、そして新たな仲間と共に人海を巡る旅に出ることになった。準備を怠るわけにはいかないよな。拠点となるセントラルカセドラルでは装備や強化をすることが可能だ。そして心強いことに人海の守護者聖護騎士たちも手を貸してくれる。最大4人のパーティーを決めて冒険開始だ。戦闘はシームレスバトル。パーティーメンバーが自身で行動を記憶するテクニカルレコーディングシステム。プレイヤーが出したパーティー全体への指示やメンバー個別への指示を AI が記憶し、状況に応じて反応してくれるんだ。AI の行動は詳細に設定することもできるし、自分で操作キャラを変更し行動を記憶させることも可能だ。細かいことは他にもたくさんあるけど、攻撃、スキル、神聖術、そして仲間と一緒に自分だけのコンボを作っていこう。最後だ、とどめだ。連携が決まるとスカッとするしな。マルチプレイではプレイヤー最大4人で一緒に冒険ができる。もちろん外見も変更して自分だけのアバターで挑むのもいいと思うぜ。頼れる仲間はたくさんいる。さあ誰と冒険に行こうか。アインクラッド流の神髄見せてやるよ。騎士の務め今ここで果たします。大切なもののために僕は戦う。負けられない戦いね。行きましょう。我が死に勝利を捧げよう。人海の平和は我々が守る。我らに勝とうなど勝利し、お前の未来完膚なきまでに切らせてもらう。皆さん行きましょう。必ずや先輩をお守りします。姉様はやっぱり私の姉様よ。もしかしてついていっていいの？お手柄をあげて聖騎士になります。あとはただ信じる道を行けばよい。余計な世話だ、問題はない。欠陥品、そして救世主とも呼ばれるメディナ・オルディナノス。彼女は一体何を隠しているんだ。どうしてここに来た。関わるなと言ったはずだ。長い睡眠でしたね、キリト。僕は一人きりなんかじゃなかったんだ。礼を言う、キリト。ユージを、天命を絶ってくれ、貴様らの手で。あなた何ですか。師匠を、師匠を早く助けて。いつでも帰ってきて顔を見せてね。あの女がわらわのアロードを奪ったのだ。メディナのせいで、どういうことだ。この体が倒れるのは心が折れた時だけ。これが人間であるということか。接触したのですか、私との約束を破って。神を導く救世主としてお前を止めてみせる。我が生涯最初で最後の友よ、ここで決着としよう。ソードアートオンラインアリシゼーション、リコリス。バンダイナムコ